皆さん、イベントは無事に終了いたしました。はい、先日あの10月30日ですね、この番組 の感謝しないとを開催いたしまして、無事にですね、誰も来てくれないんじゃないかと思って心配したんですが、はい、100人を超える方に来ていただき、大盛況のもと、まあ、皆さんともいろんなお話をし、なおかつ写真もね、皆さん、はい、あの我々と一緒に写る写真の、うん、あのなんかもう電車の時間が厳しいから帰りますみたいな方もいらっしゃって本当に申し訳なかったんですけども、うん、はい、無事にあの終えることができましてですね、うん、はい、ちなみにあの関係ないですが、この人が今日着てる、これはあの当日着てたのと同じ衣装を着ていただいて、アシスタントは3人で揃えましたので、はいはい、直接皆さんとお話ししたのは、はい、本当にあの本当に良かったなと思うんで、今ですね、なんとか、次回はですね、うん、次回は実現できるように、はい、各方面に働きかけることを前向きに検討したいと考えておりますぐらいのすげえ長いみたいないやでも本当にお礼を、ね、本当に本当にあのたくさんあの、ね、来ていただいて本当にあのありがとうございました。あのプレゼントとかですね、いろいろスポンサーの方々、あの LG さん、シャープさん、はい、上海問屋さん、うん、いろいろご協力いただきまして、はい、大変 ありがとうございました。あの端末も実はキャレさんとかに貸していただいてですね、ぜひ、ね、前に慣れたりしたんですけども、はい、それも本当にご協力いただきましてありがとうございました。本当にあの来場者の方、メーカーの方、キャレの方、本当に感謝なんですが、何もしてくれなかったメーカーの方、うん、キャレの方、今後のお付き合いの参考にさせていただきたいと思います。いや、ぜひ次回にお越しください。いや、やっぱそこはだってほら来てくれた皆さんと、ね、はい、協力してくれた皆さんと、何もしてくれなかったあの人たちとやっぱりちゃんとこうね、差別化していくのはやっぱり、ね、はい、人として正しい道だと思います。あの次の課題として、ちなみにこの、ね、イベントの内容をですね、うんうん、ギャオで公開するというか、はい、予定でございます。あの、ね、うん、公開する予定でございます。それもまたちょっとお楽しみということで、はい、またお知らせ、詳細はまたお知らせいたします。王林高幸の検体しようぜ。今回ご紹介する端末は NTT ドコモ Galaxy Note 3 SC01F AU Galaxy Note 3 SCL22。 まずはじめにスペックから紹介していきましょう。両機種ともサイズは高さ 151mm、 幅 79mm、 厚さ 8.3mm、 重さおよそ SC01F は 172g、 SCL22 は 171g、 5.7 インチフル HD 有機 EL ディスプレイ、 1080×1920 ドット、 Android 4.3 搭載、 CPU クアルコム MSM8974、 2.3GHz クワッドコア、内蔵メモリーROM 32GB、 RAM 3GB、 バッテリーは 3200mAh、 オートフォーカス対応、有効1320万画素カメラがメイン、サブは210万画素、マイクロ SD、XC、メモリーカードとなっております。ドコモと au から新しいギャラクシーノートを一気にご紹介いたします。やっぱりこの画面の大きさはとっても使いやすい。そしてペン機能も使いこなせるのかな？楽しみです。携帯ピックアップです。今回の端末はこちらです。法林先生の方からいきましょう。こちらは NTT ドコモの Galaxy Note 3 SC01F、 こちらです。 AU の Galaxy Note 3 SCL22 ということで、カラーは2色展開です、はい、これはもうカラーは共通です。共通です。クラシックホワイト、はい、そしてジェットブラックという2色展開になっています。 Galaxy Note、まあ、この冬モデル、冬春モデル、うん、まあ、いろいろ言うことありますが、はい、この冬商戦の、中でも、まあ、ちょっと早めに出てきたモデルですけども、うん、今年の IFA で、発表された IFA の時 の、 あの発表会のお話もね、ちょっとレポートしましたけれども、はい、そのモデルがいよいよ日本向きということで登場ということになりました、うん、で両社から出てきましたんで、はい、今日はこちらをご紹介したいと思いますが、うん、はい、行きましょう。まあ、ノートシリーズは去年の実は、4月だったかな、うん、最初のモデルが出ました、はい、でその後秋に、IFA の2012があった時に Galaxy Note 2が出てきて、うん、で今回のが、まあ、3代目ということになります、はい、ただ Galaxy Note が3代目っていう言い方をしちゃうと、うん、ちょっと正確ではなくて、はい、日本ではそうなんだけども、うん、実はノートって海外を見ると大きいモデルとかも実はあるんですよ。そのノートのノートたるゆえんは何やねんっていう話が、まあ、そのまず最初にお話をしておくと、はい、大きいからノートって話ではなくて、うん、ここです。まずこの
はい、ノートといえばこのこいつです。ペンですね。ペンでいろんなことをするっていう意味でのシリーズが実はギャラクシーノートシリーズで、はい、日本にはこの5インチクラス5から5.7 ですけども、はい、のサイズのものが出てきているということです。で海外ではもうちょっと大きいモデルもあると。ギャラクシーそのものの皆さんの解釈をちょっと変えていただきたいと思って、はい、ギャラクシーってそのまあこう世界で見ると iPhone みたいなスマートフォンがあり先進的ですよって言われてる中にもう一歩 Android の方でまあ強い人は誰、サムスンっていうのが実は強くてねって言って、でそれが Galaxy です、それの主力フラッグシップは Galaxy S ですって SS2、S2 LTE、SE まあ出てきました。今年は S4 が出ましたと。じゃあこっちは何だって話なんですけど、実はあれはそういう意味で言うと主力ではあるんだけど、これの方が他のメーカーさんでここでやってるとこほとんどないので、はいはい、だから言うてしまうと実はギャラクシーノートこそがギャラクシーならではの世界が楽しめる、実はこの端末だと思ってください。わかりやすいです、うん、ある意味僕はこっちの方がサムスンのフラグシップだと思ってるぐらい、なるほど、ですんで、まあ、そんな感じ、はい、で今日はそのご紹介なんですけども、はい、ちなみにペンはこうやって、引っ張り出すとこの今下に出てきますけど、はい、このこんな扇形のが出てきます。エアコマンドという機能なんですけど、これエアコマンド別に一回ちょっと消しちゃいますけども、実はこのエアコマンド簡単に出す方法があって、ここのこのペンのですね、ボタンがある。こっちの黒だと分かりますね。実はこのボタンをここに持っていって近づけて、ペコンとボタンを押すと、こういうふうに出ます。で、それぞれを合わせていろんな機能が使えます、うんうん。ここがペン操作のいろんな入り口だと思っている。いろんな画面でボタンピッと押すといろんなところで出てきます。で、今日そのいろんな機能をご紹介するんですが、はい、例えばよく、ペンらしい操作の話として、まあ、ブラウザを起動して動かすときに、まあ、よくこういうね、動作をしたりとか、ピッていいメニューとかって、こういうやりますよね。これはまあ指でやりますけど、実はペンでも当然同じことができますと。じゃあ、ハイピッてやると、こういう操作もできます。だからまあ言うてしまうとこれはもう当たり前のこと、うん、こんなまあ前からできる話、うん。今回はだからそこの中でピッと押すとこう出てくるんで、まあここでいろんな例えば切り抜きをしたりとかいろんなことができるんですが、としてるところに、うん、例えば電話かかってきました。はいはい。ゆきちゃん今からちょっと電話番号を教えるからメモしてって言われました。はいはい。さあどうしようときにここでペンをピッと押します。そこメニューが出ます、うん。まずこの左側のですね、ここにあのアクションメモってやつがあります、はい、このアクションメモをタップします。なかなか、ね、左手で操作すると難しいんですが、うん、はい、メモ帳が起動しました。これだから今の後ろにあるブラウザの上にこうレイヤーを重ねるようにして表示されてます、はい、でここでメモをします。177と、うんうん、書きました。書いたらもう次何かやるかバレバレなんですが、はい、でこの上のですね囲むやつ、はい、この囲むやつをタップします、うん。これは近づけるとここに操作にリンクっていうのがポワポワと出てくるんですけど、ここでピッとします、はい、で特定の部分を囲むように線で引くとその部分が選択されます、うん、でピッとやります。この下になんかいろんなゲージが出てきました、はい、アットマークとかブラウザのマークとかいろいろ出てきました。一番左側に電話機のマークがあるんで、なってます、ね、この電話機のマークのところに近づけると電話って出てきます。でピッと押します。そうすると、まあ、アプリケーションの選択画面が出てくるんで、これでまあ今回は電話で、まあ、今回のみってやります。で、これで押していただけると、本当だ、まあ、電話かけられると。これはメールアドレスだったらメールアドレス書いたら、うん、あのメールのマークを押したらメールメールができる、ね、で今これこういう形で電話番号でやりましたけど、はい、じゃあこれちょっと変えてちょっと今のを消しますけども、うん、こんな風に書きましたと、うん、また、はい、これはあのインペさんの住所ですけども、うん、ここにまたこの例のこの囲むやつでピッてやりました、はい。でまあ、めんどくさいので今度はもう消して OK でします。囲まれましたと、うん、このよくあのマップ Google マップの時に出てくるこのここでスイッチ、ここでスイッチマーク地図って言うんです。これでピッてやります。本当だ。でまあこれドコモ版なんで、はい、マップとドコモの地図アプリで両方選べます。自分の好きな方でいいです、はい、でこれでマップを選んでやりますと。そうすると文字が認識されて中学3番町20はここですよというのが出てくると。今まではメモをしてそれをなんか文字を認識して何かをさせるってことしたんだけど、書いたものをそのまま勝手にそのままアプリに渡してできます。これこの他にもいろんなところであの記事が出てますけども、当然これあのメモをスケジュールに入れたりとか、いろんな使い方ができます。タスクに登録したりブラウザに渡していろんなことができますね、はい、結構いろんな使い道があります、はい、からもう一つご紹介しておくと、はい、例えば僕はあのよく毎年2月3月に
スペインに行くんですけども、はい、でまあ、来年も多分そのモバイルワールドコングレス行くんですが、うん、行くとですね、うん、座談会とか、まあ、彼はよくテレビに出てるんですけども、あのジャーナリストの石川さん、はいはい、石川進さんっていうあの方がいらっしゃいます。彼とよくあの向こうでは一緒にご飯食べたりするんですけど、うん、2人ともお気に入りのメニューがあって、うん、アヒージョっていうですね、うん、あの向こうではこうエビを油とニンニクに入れてこう煮出したんですけど、これが美味しい、はい、じゃあアヒージョってどんなのかって、例えば、まあ、仮にゆきちゃんが知らなかったら、うん、はいはい、例えばブラウザで検索して見せたりすることができるんだけど、それが例えば写真だけ見たいところの時にどうするかっていうのがあって、それを例えばメモするっていうのがあって、はいはい、ブラウザで例えばアヒージョって検索するとこんな感じでガーッと出てきますと。でここで画像検索するのもありなんだけど、うん、まあ、なんか見てた中でなんか面白そうなものないかなと思うんで、まあ、せっかくはこのネイバーのまとめで簡単おつまみアヒージョのレシピまとめっていうのがあるので、これを開いてみましたと、はい、こういう形でスクロールしました。ありました、色がありました、面白いなと思って見てましたと、はい、あ、なんかこれはなんか、うん、ホタルイカのアヒージョってなんかうまそうだなと思いましたと、うんうん、はい、でこれ写真撮っときたいわ、こういうのね、盛り付け的にもいいじゃんって話して、ここでまたピッてやりました、はい、スクラップブックっていうんですけども、はい、ここをタップします、うん、そうするとまた確認画面でスクラップブックに収集するには、ペンで領域を囲むように線で引きます、線を引きますと。で分かりましたと OK。 でこれ面白いなと思うんでこれだけ丸してきます、うん、そうするとあとはこうやってここの部分を必要なところだけ切り抜いてくれて、でこの写真だけ集めてくれると。本文とか余計なものないわけですよ。よく仕事であるのは何々に関する資料を集めてよとかってよく言われることあるじゃないですか。郵便ポストの写真集めてくれて、うんうんうん、まあ、あるのかどうか分かんないですけど、うん、まあ、そういうのがあった時にこうこれでパッパッパッと集めていってスクラップ分にしてまとめていくと。でまとめたものは後でまたその他のアプリに渡して使うみたいな、もちろんその著作権的なものはまた別個に、ね、皆さんちゃんと、はい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 、あのルールは守ってくださいと思いますが、そういう使い方ができるというのがあります。この他にも、画面キャプチャーをしてそこに書き込みをしたりとか、あと今回は、手書きの文字も、検索することができたりとかですね、はい、いろんな使い道ができます。で、まあ、今回そのもう一つ言わなきゃいけない、今のまあこれ両方とも同じようにして両者の端末でできる機能なんですけど、こういう形でドコモ版と au 版があります、はい、基本では同じです、うん、ハードウェア的には全く変わりはありません、はい、で同じように使えるんですが、グラム数だけさっき医者が読んでくれたけど、実は1グラムだけ au の方が変わりって、まあほとんど誤差だと。何ですかこれは、なんだそれみたいな話なんですね、はい、もし変わりがあるとすると何かというと、実はドコモ版の方はノッティビー対応なので、こっちはワンセグなんで、はい、ノッティビー、こっちはノッティビーのワンセグなんで、ノッティビーとワンセグだから、そのノッティビーのメモリ分だけ1グラム重いのかとかちょっと思ったりもしたんですけど、そんなことではないんですけども、はい、からあと、赤外線だけちょっと要注意なんですけど、はい、赤外線はついてるんですけど、いわゆるIR コマンドとか IR LED っていう違う、普通のそのデータのやり取りではなくてコマンドとかを使う方のものだけになってますんで、ただちょっと様子が違いますと。でもスペック的に言うと、はい、チップセットの方はクアルコムの MSM の8974、スナップドラゴンの800ですね、新しいシリーズですけども、はい、まあ、これが載ってます。メモリに関してはやっぱ他の機種、今回はほとんどの機種がラムが2ギガなんですけど、これやっぱり、ね、手書きの機能を使うんで、メモリをねこういろいろ展開してデータを処理しなきゃいけないというのもあるんで、まあ、それもあって今回、ギャラクシーノートのツールに関してはラムは3ギガ、うん、で、ロムは32ギガ、はい、SD カードもちゃんと使えますということで、まあ、スペック的に言うと、まあ、あんまりまあ普通の他のハイエンドの端末とは変わらないと。で、まあ、今何気なくお話をたーっと聞いてきましたが、はい、実は、これ前の端末と比べて画面サイズさらに大きくなってます、うん、あ、なんて前は、5.5はい、で最初、なので、はい、それよりも 0.2、5.7 インチの有機 EL、 しかもフル HD ということなので、まあ、そういう意味で言うと、画面サイズがさらにでかくなってますから、まあ、一段と見やすくなってるし、そういう意味ではかなりいい感じに仕上がってるんではないのかなと。で、機能はすごいたくさんあるんですけど、はい、従来モデルから基本的には継承してる、もしくは S4 に近い仕様になってますけども、はい、機能チェックですが、はい、Wi-Fi に関しては WPS 対応と。で、画像の編集は、比率の変更ができるんですけど、うん、リアルなサイズの変更はちょっと、別なアプリが必要になります。なるほど。着信系に関しては、はい、一応着信のリストとからいわゆる通知不可能に関しては、まあ、拒否することができます、はい、これはいいかなと思ったのは、海外端末とかグローバル端末なんですけど、うん、実は
伝言メモに対応してると、うん、AU 版の方で言うと会員ユルス録という言い方しますけども、はい、に対応してますので、はい、スペック的にも機能的にも、まあ、あまりマイナスはないかなと、うん、基本的なそのメモを取ったりとか絵を描いたりとかっていう使い方もできますし、うん、意外にその絵を描く人じゃなくても、うん、さっきのスクラップブックみたいな機能っていうのは割とやりやすい、うん、これ実は普通にじゃあタッチでその何写真やってみたいな話になっちゃうともう家帰ってパソコンでやりますわみたいな話になるんだけど、はい、それがまあオートでできるっていうのはまあ移動中に例えば会社からそのうち帰るまでバーッとメモをしていろんなものを集めておいて、うんうん、じゃあ次の作業をしますみたいなこともできるだろうし、うんうん、いろんなことができるので、はい、まあ、作業短縮という意味でもいいと思います。一番お勧めしたいのはまあとにかくクリエイターの人、うん、絵描く人とかイラスト描く人もぜひも、ぜひ持っていただきたい。そこは本当におすすめなんで。で、あとそれ以外で言うと、クリエイティブでも、そのいわゆるそういうプレゼンテーションとかのツールを作ったりするときにも役に立ったりしますし、はい、まあいろいろものを作る、文章を作るっていうことで言うと、結構いろいろ使い道はあるし、うん、まあ、もっとたくさん機能はあるんですけども、はい、遊べる、使える端末ではないのかなと。使わなきゃもったいない。うん、使いたくなる端末だと思いますね。はい。はい、続いて、いいところ、悪いところいきたいと思います。はい。それではいいところ悪いところです。いいところいきましょう。はい、はい、お願いします。いいよ。じゃじゃん、いいところでございます。じゃん、はい、すごいな。成熟の3代目 S ペンが進化、やっぱり見やすいということで。成熟という言葉を使いましたけど、はい、まあ、簡単に言うとですね、うん、こういうシリーズものの、うん、電子機器とかソフトウェアとかいろんなものって割と3代目って当たりなんですよ。有名な話はあの Windows は、ね、3.1 からとか、はい、まあ、言い方もするし、はい、割と3代目がいいってよく言われることで、はい、まあ、そういう意味で言うと1個目で、まあ、ペンに取り組みましたと、うん、で2個目でペンの機能をいろいろ拡張してできる、例えばエアビーみたいなものを増やしたりとか、うん、いろんな機能ができたんだけど、今回のでそのエアコマンドということで基本メニューを作ったんで、すごくそういう意味で言うと分かりやすくなった、うん、いろんなその今までどちらかというのは綺麗にこうまとまった感じがするし、今までの不満もうまく反映されてるし、うん、スペック的にもかなりまとまった。あと意外にその面白いなって成熟したってのは、その今日あんまりちょっと外見の話しなかったんですけど、はい、こういう方向性のものなんだよっていうことを表してるなと思うのが、デジタルな機械じゃないですか、はい、なんだけど前もお話ししたようにこの背面のここのところですね、周りのこの角っこはですね、こういわゆるアナログっぽいというか、要するに布で縫ったようにこうステッチ状になってるんですね、うん、アナログのデザインのテイストからデジタルなツール、さらにここにそのいわゆるメタリックなフレームみたいな、このバランスをうまくまとめてこのコンセプトをしっかり作ってるのは、中身も含めてそういう意味で言うとすごく成熟したな、足りないものはないとは言わないですけども、やっぱりそのペンでやることは何だってことをちゃんと明確に方向づけた感じがするので、完成度高いしいいモデルだと思いますね。 S ペンの話はまあ今お話しましたけども、やっぱり S ペンでいろんなことできるのはいいんだけど、まあ何でもかんでもペンでできればいいかっていう話もあって、片手で使いとか便利なこともあるんですが、やっぱりペンでできると便利なこと、ペンでやると楽になることっていうのをちゃんとうまく分かりやすくしてきたっていうことと、やっぱり一番大きいのはエアコマンドというこのメニューがポッと出るようになったと、そういうのでかなりあのこう体系立ててうまく使えるように作ってきましたというところだと思います。なるほど。であとはやっぱり画面的にどうも大きい、ね、でかいっていうのはこれは大きいと思いますね、はいはい、それでは悪いところなさそうですが、はい、もうほぼ完璧ということなので、はい、いきましょう。はい、さあ、足りないところのような気がしますが、じゃん、いきましょう。防水じゃない、うん、ギャラクシーギアが点点点でかい、重い。なるほど。防水じゃないのもこれはもう当たり前の話って、もう皆さんよくご存じだと。今のところそういう端末がギャラクシーのこのシリーズじゃないんで、グローバルでもやってませんから、はい、まあこれはもうしょうがないかなと、まあ諦めてない。1個だけちょっと気をつけておいていただきたいんですけど、はい、この今回の端末はこの外部接続端子ですね、結構特殊です。幅が少し広いんですが、ね、実はこっち側、はいはい、この幅の広い方に刺す形になってます、はい、これオプションとかの関係でこうなってるんですけど、はい、これだけちょっと注意してくださいと思います、はい、でそれからギャラクシーギアがあって今日今日ねご紹介お前そういうけど今日ギャラクシーギア見せてないだろうって話なんですけど、自分のあのこれもこれまだちょっと後ほどゆっくりやりたいんですが、やりたいんですけど、まあ、こういうものありますと、うん、まあ これ記事にも、はい、するのにも あれしましたけど、まあ手に入れるのがめんどくさいことみたいな感じですね。売るんだったらお前ちゃんとお前ね店に並べとけようやろうみたいなぐらい言いたいぐらいなんですが、まあ結構買うの大変、 A の方は本当にカラーが揃って
ってるカラーがある割にはそのカラーバリエーションが手に入らない、はい、さらに言うと au ショップでどこで手に入りますかって言ったら分かりませんって平気で答えられちゃうお店がある。どうすればいいかっていうと、例えば東京だったら KDI デザイニングスタジオ、あるいは名古屋は au 名古屋、はい、au 大阪っていうのがありますが、それぞれのフラッグシップ店に行くのも手だし、あるいは au のオンラインショップで、うん、購入することができますので、はい、そこで、注文していただくのが一番簡単だと思います、はい、今はだいぶ僕が文句を言ったので、おそらく多少は改善されてると思いますが、というか早く au をお前ちゃんと注文して届けられる体制作れよっていう状況なんですけども、はい、まあこれはちょっとね、やっぱりなんとかして、まあドコモさんの場合はちなみに色は黒だけなんですが、はい、ドコモの純正のオプションになってますんで、うん、卓上ホルダーと同じように注文すれば必ず手に入ります。うん、そういうまあ。ちょっと手に入れるのに手間がかかる。au の場合だけね。はい。au の場合は。au の場合だけね。ドコモは全然平気です。だってでかい重い。まあ、一応ね、やっぱ普通の端末に比べて大きい重いっていう話でしかなくて、そうはいつ従来モデルから比べると、実は、重量も、少し減らし、171g ですね。実は従来モデルで 17g ぐらい軽くなってるんですよ。で、幅も実は従来 81mm だったら今回 79mm で 2mm 削ってるんですよ、はいはい、若干強化口になってるところもあるので、うん、まあ、多少は小さくコンパクトにはしてるんですが、うん、いかんせんもともとのその画面サイズが今回で 5.7 ってかなりでかいですから、まあ、そういう意味では画面サイズが従来モデルより大きくなったのに幅が狭くなってるというのは本当は評価すべきなんですが、ただ他の普通の端末、そうですね、いわゆる5インチクラスから比べれば一回り大きいので、うん、まあ、手に持つときはとにかく注意してくださいと。今回はあの、ものがちょっと、ね、ご用意できなかったというかですね、はい、というか用意してくれよお前らっていう、はい、あのキャリアの方々にも申し上げたいんですが、はい、メーカーの方々にも申し上げたいんですが、はい、S ビューカバーというですね、はい、あの窓が開くタイプのカバーがご用意されてますんで、そうそう、うん、そういうカバーとかを使っていただいて、うん、持っていただくと、非常にいいのかなということでですね、まあ、オプションで結構楽しめるというのもそのギャラクシーのいいところではあるし、いい楽しんでいただけるといいのかなと、はい、とどめをもう一つ言っておくと、はい、ドコモで2年間使った人は同じギャラクシーノートの環境は au にもありますと、うん、いうこともできるので、まあそういうこともありだと思います。もちろんどっちがいいって話じゃないですけど、はいはい、あのそういう選び方もできるので、うん、ノートからノートへって乗り換える人も幅広く考えていただけると、うん、いいのかな。女子も片手で持てますよ。そう、ゆきちゃんがよく言ってる小顔効果抜群でございますね。そうそう、抜群、はい、いいと思います、はい、How to 携帯です。いやー堀先生、いやーいやーいやー何してますの。いやあれこついちゃってるみたいな。今回はですね、携帯ピックアップでギャラクシーノート3を取り上げましたので、そのつながりでこちらでございます、はい、ギャラクシーギア、はい、ノートとつながるこのギャラクシーギアということですね、うん、いわゆるそのウェアラブルの端末、はい、そのまあ身につけられる端末ということで、ウェアラブル端末というのは結構今話題なわけですけども、まず外見見たら分かるんですけど、まあ、こんな感じ の端末でございます、はい、天気とか時刻とかが出てて、で温度気温が出ていて、うん、ディスプレイついてます。そうですね、こっち側というべきかな、上ですね、ゆきちゃんの腕つけてる状態で言うと、うん、上だから皆さん的にゆきちゃんがこう仮に身につけてる状態で言うとどっちよ、ほらっていうのは、はいはい、こういうですね、皆さん側の方に対してこのカメラが見えてるね、はい、カメラで、まあ、例えば写真撮ったりということはできますということですね、はい、さらにもう一つ言うと、実はこのベルトも実は仕組みがあって、うん、このベルトのこのバックルのところ、はい、ここスピーカーです、うん、ここなんだ、うん、私つけてるの言いながら今知った、ここなんですね、うん、スピーカー、だからこんな感じ。おマイクは周囲全体にここの電源のある側面のこっち側、はい、この辺実は穴があって、これマイクです、小さいのこの辺持ってって、うん、なんとなく聞こえるじゃないですか、はい、でマイクはもうこの辺でゆきちゃんのこの辺をこの辺一体のを拾ってくれてるという格好なので、いろいろ使い方はありますけども、はい、基本的な構造はそんな感じになってます、はい、でもう一つ大事なこと、はい、当たり前のことなんですが、電気で動いておりますんで、うん、電池、はい、どないしましょうかって話なんですけど、本当ですよ、割とウェアラブル端末で最大の実は難点と言われてるのは、はい、実は電池です、はい、中身アンドロイドなんですよ、ほぼ、まあ厳密にアンドロイド端末とはちょっと言えないところはいろいろあるんですけど、はいはい、ほぼアンドロイドなんです、はい、充電しない限り使えないわけですよ。そういうことになりますね。でところが皆さんが普段お使いの例えば G-SHOCK とかああいう時計なんかに関して言えば、はいはい、普通に1年ぐらいとか下手したら2年ぐらい使えたりするじゃないですか。もっと使えると5年とか、うんうん、ソーラーのものだったらもうずっと使えますみたいなのがあるんですけども、ね、これはもう充電をしないと全然使えません、はい、ですんで、充電をしていただくわけですが、はい、そこについてくるのは外付けのこの、枠というかこの充電のためのアダプターということになります。でこれを実はこんな感じでガチャンコってつけて、背面側のここのところに、いたいた、これ
マイクロ USB でこれで挿してもらうと充電ができると。じゃあこれ充電しましたということで、はい、で充電した状態でどないだって話なんですけど、これまあ、はい、一応ですね、使い方によりますと、例えばたくさん電話かけたりしてこうね、こう分かったりする、その通知が来たりすると当然電池は減るわけなんで、うん、そうするとすごく減るんですが、うん、まあ、一応サムスン側の目安としては、うん、まあ、2日間ぐらいを目安に考えてます。ただ現実的にはできるだけ毎日充電していた方がいいです。なるほど。僕もまあこういうので、まあ、普段人に見せたりとかいろいろデモしたりすることもあるのでやってますが、まあ、できるだけ基本的には毎日充電するようにしています、うん、それぐらいのペースだと思っていただいた方がいいです。じゃあこのギャラクシーギアで、まあ、どういうふうにその、はい、あの端末とこう、うん、つながりますかってことなんですけど、うん、これ Bluetooth でつながります、はい、で Bluetooth でつながってるんで両方ともだから Bluetooth は基本的にはオンの状態で使うことになりますが、うん、その設定をするのが、はい、その例えば探索してなんか番号入れてっていうのはちょっと面倒くさいんで、はい、この例のこの充電のアダプター、はい、これで端末のこの、お財布携帯のこれ NFC 入ってますが、はい、これでタッチすると Galaxy ギアを使うための、うん、アプリのインストールの画面が出てきます。で、この中にアプリを入れるとあとは、探しに行ってくれて、ペアリングができると。でペアリングをしてしまえばギアマネージャーっていうのはこういう形で、動いてますと。でこれがまあこうして今ペアリングしてるわけですけども、はい、何とつながってます、つながってるのは何ですかみたいな話とか、それぞれのアプリとか設定に関してこれを見ることができるんですけども、うん、ステータスパネルのところにずっとアイコンで常駐してますんで、このギアのね、そうでこいつがいる限りは、こいつがいてる限りはまあちゃんとつながってこうやって動いてましたってすぐ分かりますということなんですけども、うん、はい、で、いろんなことができるんですが、うん、この今こっちの端末これペアリングしてるんですけど、これ使わないでこっちの端末側からいきます、はい、電話してみます。来た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 、でこれスライド、はい、そのまま普通にスライドして、はい、こう、もしもし、聞こえた聞こえた、あ、ホーリン先生ですか、ホーリン先生ですか、はい、ということで、はい、切りました、喋ってる、はい、ということで今できましたと、うん、こういう形で着信を受けたりとか、うん、あるいはメッセージを見たりとか、アラームから、はい、まあ、イベントなんかの通知もできますということで、うん、端末の中に入っている情報を、まあ、こっち側に知らせたりすることができるので、例えば、まあ、当然この端末そこそこサイズ大きいんで、うん、ゆきちゃんが持つのとかやっぱカバンの中に入れるよねってことになるので、うんうんうん、こいつが腕についてれば大丈夫という格好になりました、はい、でその他にまあもう一つ、そのさっきから皆さんの方を向いてですね、これすごい位置気になりますよね、めっちゃ気になるんだけど気になる、取られてそうな気持ちになっちゃう、でこういう形でですね、こういう形でこう撮ってるんですよね、今これでっていう風に、まあ、こんな感じで音が鳴って通れますと、はい、でこれはあの当然音も鳴るし、はい、まあ、盗撮対策がいろいろあるんだけども、うん、何がいいかっていうと、うん、いちいちスマートフォン出して撮らなきゃいけないことじゃなくて、うん、例えばなんかとりあえずちょこっとここでメモとか、例えば街中で見かけた時にはいメモとかっていうことに使えるので、スマートフォンのカメラって割とそこそこ撮れちゃうじゃないですか。そうですね。でこれだと本当に電子メモ的に撮れるので、うんうん、気軽に撮れるっていうのは結構大きいのかな、うん、はい、撮ったものは自動的にここに転送することもできるし、そうそうそう、まあ後で転送することもできます。できる、音声も一緒に記録できる、あの、うん、いわゆるあのギャラクシーのサウンド&ショットも使うことができます、うんうん、いいかな。さっきホーリー先生撮ってた、こんな感じでね、撮ってなんか面白い写真が意外と撮れたりして、あんまりないアングルで撮れるという面白いのができるのかなと、あとまあその他にも、メモを取ることができて、ここに実はマイク入ってますから、はい、音声メモで最大5分まで音声メモを取って、それを、テキストデータに変換することもできますと、結構いい、そうなかなか便利なんですけど、はい、ただじゃあ便利なんだけど、これ例えば今こういう組み合わせで使ってます、はい、使ってんだけど、ただいまっつってこの腕時計を外しました、外しでしょ、はいはいはい、外すでしょ、はい、置きました、そうそう、あれ私どこにギャラクシーギア置いたかしらっていうことがあった時にどうするか、すごいありがちですよね、ソファーの、ね、間に入っちゃうパターンですねでその時はですね、この端末のギアマネージャー、はい、さっきみたいに通知パネルにいますから、うんうん、で起動してこのギアリモート追跡ってのをします、はい、で、ギアを捜索するには開始ボタンをタップします。そうするとギアから音が鳴ります。これでビッてやると、これ今こっちが鳴ってる、あ、鳴ってる鳴ってる、わかりやすいじゃないですか。今度逆はい、私今はこのまま腕にしてますと、うん、僕はこっちでやりました、はいはい、腕にしてます、うん、腕にしてるんだけど、あ、俺スマホどこ行っちゃったっけね、わかんねえなっていう時はですね、どうするかっていうと、設定の中に、端末リモート追跡サービスなので、はい、これをタップしますと。でまた同じようにして
開始ってやると、おー、鳴ってます鳴ってます鳴ってる、あ、聞いてた、というふうにして、まあ、音が鳴ります。こういう使い方もできますと。なるほど。なので結構いろんな使い道があります、うん、その他に音楽プレイヤーのリモコンが使えたりとか、うん、歩数計なんかもできるんですが、うんうん、実はですね、うん、結構普通のユーザーさんにとってですね、今後これが楽しみかもしれないと思うのが、はい、このギアマネージャーの中を見ていただくと分かるんですけど、時計サムスンアップスギアリモート推薦じゃないですけど、うん、ここに実は、まあ、サムスンアップスを見るとですね、うん、サムスンアップスの中のそのギア対応のものがまあいくつかあります。それからもう一つはマイアプリって見ていただくと、はい、上にお気に入りアプリを勧めてあるんですけど、おすすめをタップして、はい、そうするとエヴァヌート4ギアとか、まあ、いろいろその入れ合えるものが出てきます。海外系のアプリが多いです。日本であんまり使われているものは実はそんなに多くないんですが、うんうん、はい、実は下から2番目のこのゆきちゃんアイコン分かるかな、これララララインですね、はい、はい、ということで実はラインが使えます、うん、こうポチでね、そうなんです、スタンプ送ったりとかっていうのも一応できるので、そこは遊べるところはあるのかなという気がします。ただまあ、はいはい、その端末でやってる時ほどの良さはないので、まあまあ、こっちだと何ができないとかっていう言い方はそれはもう全然間違ってるので、まあっていうことが一応できますから、はいはい、まあそういう意味で言うとアプリの広がりもあるかなと、ね、後で追加することができます。でこれはアプリに関しては、Google プレイで配ってるわけではなくて、はい、サムスンアップスを使うことになるんで、はい、サムスンアカウントを別個に作る必要があります。でもサムスンアカウントそんなに難しく考える必要はなくて、普通の皆さんがお使い の、はい、あの Google アカウントと同じアドレス、はい、要するに Gmail のアドレスとか入れて作ればいいだけのことなので、はいはいはい、別に無料で作れますから楽しむことができますんで、はい、結構まあいろんな使い道があると思います。であとまあごくごく基本的な操作のところをお伝えしておくと、うん、まあ、こんな感じでこう画面が見えてるんですが、うん、あの左右にこうやってフリックしたりとか、うん、はいね、はい、あとは、こう一つ前に戻ってきたこう上から下ね、はい、はい、こういう感じ、そしてこのカメラ起動してる、下からこう上やるとこうダイヤルキーが出てくるんで、ダイヤルでできますというのとか、まあ、あとこう他にもね、この2本指で触るとこう最近使ったアプリの一覧が出るとか、まあ、いろんな使い道があります。このギアはまず、純正オプションとして別売り、ドコモの場合は、はい、このブラックのみが、はい、純正のオプションとして、はい、販売されているので、在庫がない場合は、ドコモショップに注文すれば取り寄せることができます。なるほど、はい、この充電このセットで、このセットちゃんとついてパッケージになってますので、ね、はい、それは大丈夫です、はい、おいくらぐらいですか。36,540円。そして au がで、au の方は、まあ、こうカラーが、今日はごめんなさい、僕が持ってるこの個人的に持ってるオレンジと、はい、このお借りしてるこのイエローと、ね、この他、はい、まあ、全部合わせて5色あります、はい、全部揃わないのはどうなのよあんたさん、いい加減にしなさいっていうのは、またそれはあの後で au とサムスンに電話して、5色見たいなみたいな、見たいですよぐらいのことを聞いてるみたいなぐらいのことみんな言いましょうね、はいはい、これは au プラスワンコレクションなので、うん、記事でも書きましたけど、はい、ちょっと注文するのがめんどくさいんで、さっきも言ったように、うん、デザイニングスタジオか au 大阪、au 名古屋、もしくは au オンライン、ショップに、うん、注文していただくのが一番簡単だと思います、はい、お値段は 36,540円で同じということになります。なるほど。時計とどういうふうにこうリプレイしていくか、ね、例えば普段はその会社行くときは時計してるんだけど、ウィークエンドはちょっとじゃあその辺にお買い物行くんで、うん、まあ、じゃあギアつけていきますみたいな、時計も着替えますみたいな昔キャッチコピーありましたけど、はい、そういう使い方として捉えていただくと割と OK なの。ただお値段は本当に、ね、そこそこするん で、ね、であと絶対注意していただきたいのは、これあの防水じゃないです。あ、そっか、一応ここ強化ガラスなんですけど、うん、あのやっぱり傷はそれにつく可能性があるので、うん、購入された方には、窓口に電話をすると、はい、ここに貼る保護シートを、はい、提供してくれるそうなので、まあ、それを使っていただくとより確実だと思います。で興味のある方はそうですね、その ショールーム系というかデザインスタジオ、はい、au 大阪、au 名古屋ではまあ展示をしてますし、ね、一部のショップでは取り寄せて、はい、デモをしているケースもございますので、うん、ぜひ楽しんでいただければと思います。クリスマスにはちょうどいいお値段かな。さあ、ギャラクシーノート3、そしてギアとお届けいたしました。堀先生、本がそうですね、毎度でございますが、ノートの書籍は、うん、このような形で、はい、まあ、一応ドコモ版ということで書いてますけども、うん、A 版の方にも一応参考には、はい、ノートの分は基本的に同じ動作になりますし、うん、基本的に変わらないです。ギア そのペアの話とかもちゃんとここに書いてあります。本当だ、ちょこっと書いてありますけど、ね、基本的なところからお勉強されたい方は非常に体系立てていつも通り、はい、詳しくまとまっているので、うん、ぜひ見ていただければと、うん、まあ、こんな感じでいつもの内容でございますんで、なんかこう、はい、ノート3も一台持ちでも余裕で当たり前、
だって電池めっちゃ持つしね。うちマネージャーがノートをずっと愛用してるんで一台持ちで行ってますけど、うん、まあなんだかんだ喋ってやって書いてってすごいいいみたい、うん、手帳もいらなくなったみたいで。そうでしょ。ギアを使いたいことに関して言えば今日ノートの話しましたけどノートだけじゃなくて、うん、もう一個のギャラクシー J の方でも一応つながりますし、今後バージョンアップで他の、ね、ギャラクシーも、まあ、どこまでその遡るかは分かんないですけど、まあ、つながる可能性は十分あると思いますんで、うん、お楽しみにということで、はい、いやいや割とファッション的にも どれにでも合うなっていうのはしてみて思いました。そう割と僕はありだと思うので、うん、ぜひ思います。ぜひちょっとオレンジ色はだいぶ恥ずかしくなってたかな。そんなことないです。合いますよ。人間地味なんでねまたまたよく言いますよ、はい、というわけでぜひ皆さん、はい、興味のある方、はい、お試しください、はい。